今日はウェットスーツ屋の1日の作業風景をお伝えします。風化で農家体験を楽しんだ後はどこへ向かいましょう。大井川というと大井川鉄道の SL が有名だと思うんですけれども、その SL を御殿場から見れるという川根温泉の出会いの住みかをしています。日本で唯一の SL が見られる。湘南国際合わせて3時間切り。